たちです。こんにちは。今日のテーマなんですが、視聴者さんからいただいたご質問にお答えしますということでですね、ご質問の内容なんですが、セックスが終わった後の理想の流れが知りたいということで、女性のねセックスが終わった後にこういう流れが理想だよという流れを教えてくださいということなんですけど、まあそのままねこうハグをして寝るとか、一緒にお風呂に入るとか、あと何？一緒にそのままテレビを見るとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、どのパターンが一番、理想ですかというご質問いただきましたので、今日のテーマは、女性のセックスの終わった後の理想の流れということでお話をしていこうと思います。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方はぜひ最後までご覧くださいということで、理想の流れね。これはね、まあ、なんだろう。大多数のご意見をお伝えするという形になるんですけども、もちろん、その人によってほら、もうさ、すぐ寝たいっていう女性もいるし、で、なんかそのまま二人で DVD とかのんびり見ながら寝落ちするのがいいとかいう女性もいるんですけど、やっぱ一番の理想の流れっていうのは、そのまま二人で、シャワーなりお風呂に行くっていうのが一番理想の流れっていうふうに言う人が多いです。でも難しいのがその行くタイミングですよね。セックスが終わってすぐ、はい、じゃあお風呂行こうみたいな感じだと、またそれもちょっとこう、なんて言うんだろうね、せかせかしちゃって、ちょっと余韻に浸る時間も欲しいじゃないですか、男性も女性も。あら、気持ちよかったね、で、こうちょっとキスしたり、ハグしたり、ふーっていう時間がね、あるといいんじゃないかなって思うので、まあそういった時間も作りつつ、じゃあシャワーに行こうかってなった時の、その流れなんですけど、じゃあシャワー行こうってなったら、そのまま、ね、男性が先にさっさと行って、シャワー浴びるよーみたいな感じも、まあ、誘ってるからいいのかなとは思うんだけど、まあ、そういうパターンもあるかもしれないけど、女性が一番こう、嬉しかったとか、キュンキュンしたっていうのは、こう、手をつないで、シャワー行こうとか、お風呂行こうっていう感じで、男性が誘ってくれるっていうのがすごい嬉しかったとかキュンキュンしたというご意見がありましたね。でね、面白かったのが、まあ、これは私の知り合いの女性で、まあ、もうね、ご結婚されてるご夫婦なので、まあね、もう妊娠も希望している方たちだから、毎回ね、もう仲出しなんだって。それで、毎回仲出しをして、そのなんか、仲出しして、男性が、ふーってなったら、そのまんま、ハグをして、で、抱っこしてもらって、なんかね、駅弁みたいな感じで、そのまま抱っこしてもらった形でお風呂場まで運ばれて、挿入したままね、挿入したまま抱っこした形でお風呂場まで運ばれて、そこで二人でシャワーを浴びる。っていうのが、なんかその女性にとってすごく幸せな時間なんですって。だからこう、抱っこしてもらって、お風呂まで運んでもらってる。で、こう、つながったままね。それがすごくいいなっていうお話とかも聞いたことがあるんですけど、やっぱね、女性でも顕著タイムがあるっていう女性はいるんだけど、やっぱ終わった後もくっついていたりとか、一緒に行動したりとか、まあ、それこそシャワーを浴びて、でね、お互い綺麗な体になってから、また一緒に、ね、ハグをして、キスをして、手をつないで寝るっていう流れがすごく幸せだっていう女性もいたりだとかね。なんかね、セックスって二人でする行為で、まあ、その二人でする行為が終わったから、はい、じゃあ別々ねっていう、まあ、そういうのがいいっていうね、カップルもいるかもしれないんですけど、やっぱそこで終わらないで、そこからまたね、二人で、一緒にシャワー浴びる、一緒に寝るっていう時間があると、さらに、ああ、やっぱりこの人とのセックス気持ちよかったな、この人と一緒にいられると幸せだなっていう気持ちがね、さらにこう、かきたてられるというか、盛り上がったりするので、やっぱその後の、セックスの後の時間っていうのも、セックスにまだ含まれてるっていう考えをしていただいた方が、男女ともにね、次のセックスがもっといいものに
なるので、はいセックス終わった、じゃあこれで終わりね、お疲れ様、お休みみたいな感じじゃなくて、終わった後の時間もセックスの時間なんだなということをね、お互いが意識することが大事なんじゃないかなと思いますね。これね、なんか逆に男性からなんかパートナーの女性があっさりしすぎてて、そのセックス終わった後に逆になんか男性はイチャイチャしたいのに女性が顕著タイムになっちゃうみたいなお話も聞いたことがあるから、だから男女ともにやっぱその終わった後の時間っていうのも大事にするっていうことが必要なんじゃないかなと思いますね。だから理想の流れっていうと、まあ、一般的っていうか一番多く女性から聞くのは、まあ、そのままちょっとキスをしてハグをして余韻に浸って、でなんかお風呂一緒に行こうみたいな感じで一緒にシャワーを浴びたりとかして、でそこから一緒にまたハグをしてキスをして手をつないで寝るみたいなのがいいっていうご意見が一番多いんだけど、だけどまあ人によってはね、そのまま2人で寝落ちするのが幸せっていう人たちもいたりするので、そこは何かをこう2人で何かを一緒にできるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。ただね、私が前婦人科の先生に聞いたお話によりますとね、やっぱりその性行為の後っていうのはシャワーを浴びた方がいい、女性器男性器清潔にした方がいいよっていう、その過度なね洗浄は良くないですよ、過度な洗浄は良くないけど、やっぱねその体をきれいにするという意味では大事なことみたいなので、できればね性行為の後っていうのはお互い性器をきれいにしてね、さっぱりした状態で寝るなりした方がいいんじゃないかなと思います。たまにね、なんかそのまま寝て、で次の日の朝そのまま2回戦みたいな、私も若い頃そういうことがあったんですけど、でもやっぱちょっとね衛生的には良くないんじゃないかなと思いますので、そうね、できればシャワーを浴びて2人でシャワー浴びて綺麗にして、そしたらほらそのまま寝たとしても次の日の朝また気持ちよくね2回戦できると思うので、まあ2人で時間共有をするということを意識してもらうといいんじゃないかなと思います。参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。